こんにちは。皆さん、マインスイーパーというゲームは知っていますか？盤面があり、マス目の中にはランダムな位置に爆弾が仕掛けてあります。マス目を開くと、そのマス目の周りの8マスの中に爆弾が何個潜んでいるのかの情報が出てきます。数字がない場合は、その周りに爆弾はありません。爆弾があると思った場所には、目印として旗を置いておくことができます。爆弾がない場所をすべて開けると、ゲームクリアとなります。初級モードのマス目は 9×9、爆弾は10個です。クリックした場所の周りに爆弾がない場合、爆弾が周りにないマスが連鎖して自動的に開きます。解き方ですが、例えばこのマス目の周りには爆弾が1つあります。そして、開いてないマスも周りに1つしかないので、このマスには爆弾があることが確定できますね。立てた旗が正しいと仮定した時の残りの爆弾の数もわかります。こういう感じで進めていきますが、どうしても運ゲーになってしまうこともあります。この残った2マスですが、どっちに爆弾があったとしても、周りの数字は成り立ちます。こういう運の要素も時々入りますが、これがマインスイーパーのルールです。ということで、マインスイーパーを作りました。今回は、自分で一から作ったのではなく、作り方をネット上に公開してくださっている方がいたので、そちらを真似て作りました。さて、これで何がしたいかというと、人工知能、AI にマインスイーパーを解かせてみたいのです。AI は盤面の状態を見て、うまく安全なマスを開くことができるのか、やってみましょう。学習の仕方です。AI には、すべてのマス目の状態を常に観測させておきます。つまり、マス目一つ一つに対して、開いているのか、開いていないのか、開いている場合周りに何個の爆弾があるのか。人間が目で見てもわかる情報ですね。AI も常にこれがわかります。この情報から、AI は次にどこのマス目を開くのか、決定していきます。開いた時、爆弾がなければ、プラス報酬を与え次の一打へ、爆弾があればマイナス報酬を与え、リセットします。これを繰り返していくと、この盤面の時はこのマス目を開けば、報酬がもらえるぞ、という風に学習し、頭が良くなっていくはずですね。チェックマークは、人間が目印のために置くものなので、とりあえず AI には、マス目を開くことしかさせません。今は私が、チェックマークなしでプレイしています。では AI に学習開始させましょう。学習は、こんな感じで並列に進めることで効率化を図ります。まだ学習が始まったばっかりなので、マスの開き方も適当ですね。点々と開いています。さて、それではこれが学習完了したらどうなったのか、見てみましょう。いきます。あれ？何も情報ない、ポツンとした場所開いてるし。その後何回挑戦しても、全くクリアできるようになっていませんでした。いきなり爆弾10個だと、AI もなぜこの状態の時、このマスを開けたら報酬をもらえたのか、みたいなことが理解できず、コツをつかめません。そう思い、まずは爆弾3個で学習し、徐々に爆弾の数を増やしていく、カリキュラム学習を試しました。これが、その結果です。まずは爆弾3個で試してみましょう。お、さすがに爆弾が少ないと、クリアもできていますね。ミスることもありますが、圧倒的にクリア率の方が高いです。次は、爆弾5個です。そうですね、3個でも確実にクリアできてたわけではないので、5個でもうきついですね。でも、一応、時々クリアはできているようです。爆弾10個です。結局、本番の爆弾10個ではほぼクリアできない結果でした。では、なぜそんなに難しいのか。それは、取り得る状態の多さが、おそらく大きな原因です。
その説明と改善方法などこの動画にまとめると長くなってしまうので次回の動画で続きをお話しします。改善した結果をチラ見せするとこんな感じです。ということでチャンネル登録して次回の動画をお待ちください。編集してきます。